自動車の排出ガス排出ガスは自動車やガスタービン、焼却炉、火力発電所、工場などから排出されるガスの総称。自動車郊外などでは従来はしばしば排気系から排出される排気ガスと混用されてきたが近年は区別される傾向がある。排ガスとも呼ばれる。排出ガス及び ガス以外の発散物質を合わせて排出物質と総称することもある。いずれも大気汚染など公害の原因となるほか温室効果ガスを含む。日本産業企画では自動車の排出ガスは次の3種類に分類されている。排気ガスの成分はエンジンにより様々である。ガソリンエンジンでは一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物などが多いとされている。 排気ガス及び一緒に排出される粒子状物質などを合わせて排気物質と呼ぶこともある。グローバイガスや燃料蒸発ガスは成分の大部分は炭化水素であるが燃料中の養分が硫黄酸化物として排出される。排出ガス中には二酸化炭素などの温室効果ガスが多量に含まれているため地球温暖化の要因の一つともみなされている。 関連する日本産業企画は実検索から検索、閲覧ができる。蒸気のように含有する有害物質については発生量抑制や大気放出前に回収、浄化するための規制や技術開発が行われている。排出ガス中の二酸化炭素、一酸化炭素、水素を嫌気性細菌を使ってバイオエタノール燃料に変えるプラントが実用化されている。 ありがとうございます。